姉ちゃんすっげえこんなの持ってたのかよ。レッツパンプキンできた。服じゃなくて顔変えろ。おいこら充電切れるからあんま使うな。アバタケダブラ。ああ。クソ熟女。ふうん。小娘がイチジクと女は熟した方がうまいんだよ。あいつはまずそうやけどな。マジ表紙から超エロい。そのビデオ後で貸してくださいよ。ダメダメ。俺毎日見るもん。昨日確か13回抜いてさ。もう右手の感覚がねえんだよ。ゴッドハンドが使えねえんだ畜生。ちくしょう 今日は左手でやるかいやだからその息子さんと付き合いたいなってそんなお前に秘宝じゃわしの息子超面食い面食いってなんで女って顔で判断されるの超つらたん女は顔男は金じゃわしがこんな綺麗な女と結婚できたのも年収が10億あったからじゃだがわしは彼女の顔以上に心が好きじゃったゃ人の価値は顔の綺麗さじゃない心の綺麗さで決まるんじゃお主の心は美しい どうかそれを顔面史上主義のわしの息子に教えてやってくれそうじゃケツの穴みたいな顔したお主にこれをあげようにゃににゃに千年生きる顔面大災害の貝殻じゃほら美しいじゃろいやいらねえよダイヤモンドぐらい持ってこいこのクソハゲ白ひげじじい,いや心汚っ